ユニバーサル・オーランドリゾートのウィザーディング・ワールド・オブ・ハリー・ポッターで行われるフロッグ・クワイア。映画シリーズにおけるホグワーツ魔法魔術学校の制服を着用しているホグワーツの生徒では、J.K. ローリングの小説、ハリー・ポッターシリーズに登場する架空の学校、ホグワーツ魔法魔術学校に所属する、あるいは所属していた生徒について述べる。名前の後のインはキャプテン。映画、 死の秘宝、撮影現場でのイバナリンチ名前の後の、インはキャプテン。第七巻の終章、及び、ハリー・ポッターと呪いの子に登場する生徒。ボルデモートや四匹人との戦いが終わって、以降に、ホグワーツへ入学する人物。ハリー・ポッターシリーズで描かれる7年間より前に、在校した生徒の一覧。スマートフォン用ゲーム、ハリー・ポッター、ホグワーツの謎における生徒。 一部は原作にも卒業後の姿で登場する。グリフィンドール製、ハッフルパフ製、レイブンクロウ製、スリザリン製5人製以上は監督生となる義務及び資格ができる。人数は閣僚ごとに男女1名ずつ。監督生に選ばれた生徒は特別な事情がない限り、 卒業まで継続して監督生を務めることになる。寮生の模範となり、下級生や他の寮生を指導する。必要ならば、監督生以外の生徒に罰則を与えることもできる。ホグワーツ特急の通路の巡回や、一年生の案内なども務める。選定基準は明確でないが、成績優秀な模範生が選ばれる傾向にあり、校長が最終決定権を持つようである。 7年生になると、学年で男女1名ずつ主席が選ばれる。内は先定年第5巻では、魔法省から派遣され、闇の魔術に対抗する防衛術教授に就任した、ドローレス・アンブリッジが、生徒に実技を教えないという授業を展開する。これに対し、ハーマヨニー・グレンジャーが一部の生徒たちを集め、生徒のみで、 実技的な闇の魔術に対抗する防衛術を学ぶために、実組織を結成する。それまでに4回、ボルデモートの手から逃れ、闇の魔術に対する防衛術のエキスパートとなっていた、ハリー・ポッターをリーダー及び教師として、防衛術を学ぶ。提案者であるハーマイオニーが司会として、組織を切り盛りする。2回目の会合で、ハーマイオニーが組織の名称を決めることを提案。 などの案が出るが、名前から活動内容が露呈するようでは安心できないとして却下される。そこで、長ちゃんが防衛協会を提案し、そのイニシャル、DA がダンブルドア軍団の略にもなることに気づいたジニー・ウィーズリーの一言でダンブルドア軍団が正式名称に決まる。こうした経緯から DA と略して呼ばれることも多い。アルバス・ダンブルドアは、 第6巻で死亡するが、その後も、組織の名称は変わらない。基本的に週1回のペースで会合は行われる。メンバーには、スリザリン領を除く、閣僚のクイディッチ代表チームのメンバーも在籍し、その練習との関係上、決まった曜日に会合を開くことは、不可能だった。しかし、これが逆に、アンブリッジ側に活動スケジュールを読まれることを防ぐ、ことにもなるため、 あえて状況を改善することはせず、結果、会合が長く続く要因ともなる。当初、会合の日時は口で伝えるが、5回目からは、偽のガリオン金貨を通じて、伝達を行う。この偽金貨はハーマイオニーによって、変幻自在術がかけられていて、ハリーが会合の日時を決め、偽金貨の円に刻まれた数字を変化させると、他の金貨も自動的に変化し、 金貨の数字が変化すると、金貨自身が加熱し、メンバーが気づくという仕組みになっている。これは、ボルデモートが、四い陣を招集するときの仕組みをハーマイオーニーが応用したものである。会合を行うにあたって、などの条件を満たす場所はなかなか見つからなかったが、ドビーの情報提供により、2回目以降、必要な部屋で、会合が行われるようになる。会合を行うとき、 部屋の中は、地下老教室のように薄暗く、照明が照らす。壁際には本棚が並んでおり、床には椅子の代わりに大きな絹のクッションが置かれる。また、敵か隠れんぼう式、秘密発見機など、闇の建築機も多数置かれる。学年は、第五巻時点。メンバーは全員、ホックズヘッドでの初会合の時に、用皮氏に署名をする。 この用皮士にはハーマイオニーが呪いをかけ、裏切った者に制裁するようになる。ハリーの指導の下、武装解除術という基本から始まる訓練は、最終的には OWL レベルを超えた守護霊の呪文にまで及ぶ。特にネビルは DA に参加するまでは、武装解除術ですら一度も成功させられない状態だったが、縦の呪文に関してはハーマイオニーに次いで早く習得するなど、 著しい進歩を遂げる。マリエッタがアンブリッジに密告したことで、組織の存在が公になって、以降は活動を休止するが、第5巻の終盤で、ハリーが神秘部に向かう際は、ロン、ハーマイオニー、ジニー、ネビル、ルーナが同行し、神秘部で、祝匹人と戦う。その後、アンブリッジの退職に加え、メンバーの多くが進級、卒業、退学し多忙になったため、 第6巻では再び活動休止状態になるが、巻末の天文島の戦いでは、ハリー、ハーマイオニー、ロン、ジニーの他にネビルとルーナが呼びかけに応える。第7巻では、ネビル、ジニー、ルーナを中心に、学生のメンバーがレジスタンス活動を展開する。必要の部屋を活動拠点とし、アバーフォースダンブルドアのパブより食料を支援してもらう。 ホグワーツ城で行われる最終決戦では、学校を卒業したメンバーも駆けつけ、未成年も含め多くのメンバーが参加する。フレッドとコリンが戦死するが、ほとんどのメンバーは生き残る。ありがとうございます。